やっと来た。ブラッディ・シャーリー。お行儀よく待ってたじゃねえか。いつものお前だったら我慢できずに襲ってくるだろう。ブーブー、ひどいな、ランディ兄は。まあ確かにランディ兄たちだけならサクッと出撃して殲滅してるけどさ。おい、フリーダムすぎます。冗談なんかじゃないのよね。さてと、リーシャ、気合は十分みたいだね。アルカンシェルでの続き、最高に気持ちいい殺し合いを始めるとしようか。そのためにシャーリーはここで待ってたんだからさ。お断りします。え、リーシャさん、ちょっと待ってよ。ここまで来てそんなのってありなの？確かにあなたと私はどこか似ているのかもしれない。私は院として物心ついた時にはそう育てられていました。あなたも多分気づいた時には戦場という世界にいたのでしょう。うん、まあね。実戦が9歳からっていうのはランディ兄と同じだったかな。親父もおじきもイカれてるとしか言いようがねえけどな。でもシャーリーは一度だって嫌だなんて思ったことはないよ。確かに痛いし辛いこともあるけど、戦場ってキラキラしてるし何よりもワクワクできるから。リーシャはそうじゃなかったの？残念ながら好きでも嫌いでもありませんでした。それは私にとって空気みたいに当たり前で、標的の命を奪うことすら特別な考えはありませんでした。その意味ではあなたよりも人らしくはなかったでしょう。リーシャ、リーシャさん、ふーん、かわいそうだね。でもよかったじゃない、アルカンシェルっていう他の楽しみが見つけられて。シャーリーもリーシャがインであるかどうかなんて別にどうでもいいし。されてるぞ。自分が何を言ったのかちゃんと分かってんのか。アルカンシェルを襲ったこと？だってああでもしないとリーシャは本気でシャーリーと殺し合ってくれないでしょ。悪いとは思うけど仕方ないよね。話が通じませんね。リーシャ、大丈夫、彼女のことは分かります。もし私が院の道に喜びを見出していたら、きっと彼女と同じものになっていたでしょうから。ああ、シャーリーさん、はっきりと言います、私は死にたくはありません。え？クロスベルに来るまで私はいつ死んでも構わないと思っていました。いえ、自分が死ぬということを意識すらしたことがありませんでした。でも今は生きていたい。生きて新たにつかめた光を大切な人たちと一緒に追い求めていきたいんです。だからあなたとの殺し合いには応じることができません。リーシャさん、よく言ったぜ、リーシャちゃん。だったらなんでわざわざこんな場所に来たのさ。リーシャもシャーリーと戦いたかったんじゃないの？再起不能になったイリアの仇を取りたかったんじゃないの？イリアさんは絶対に何があっても復活します。その意味で私があなたに復讐する理由はありません。
讐されたいのであれば、イリアさんが復活した時にでも彼女に会いに来てください。多分きついビンタを一発もらえるでしょうから。確かにイリアさんならその程度で済ましそうですね。私がわざわざロイドさんたちについてきた理由、それはあなたと私自身に証明するためです。今の私があなたよりも強いと。暗闇の果て、新たな光を見出した私に、血塗られた荘園の道しか知らないあなたは及ばない。それを証明してみせます。本当リーシャは最高だよ。だが殺し合いなんかでずっとずっとワクワクする。本当にクロスベルに来てよかった。いいよ、それじゃあ早速始めよう。ランディ兄たちもついでに相手をしてあげる。シャーリーたちの戦いにちゃんとついてきなよね。向かせ、迎撃開始。全力でリーシャを援護する。証明されちゃったよ。でもそれってちょっと反則だよね。ランニー兄たちはともかく一人だけの力じゃないみたいだし、それこそが私の手に入れたものですから。文句があるならあなたも手に入れたらどうですか？今んとこシャーリーには無理かな。まあいいや、それじゃあサクッとやっちゃってよ。今だったら思い残すことあんまりないしさ。だからやりません。人の話はちゃんと聞いてください。チッ、ああ最高の気分のまま行けると思ったのにな。こら、ガキが生言ってんじゃねえ。ランディにひどいな。言っとくけどパパがお待ちかねだからね。覚悟決めた方がいいと思うよ。分かってるっつうの。お兄さんたちもまあせいぜい頑張りなよ。あの牽制もすごいし、お嬢さんもヤバそうだし。でもまああの子なんか辛そうだったから、笑顔を取り戻すために頑張るのもありかもね。ああもちろんそのつもりだ。また今度遊ぼう。お騒がせな子だったわね。すまねえな、俺の身内が。でもキーアのことを気遣ってくれたみたいだな。リーシャ、体の方は大丈夫か？はい、皆さんがいてくれたおかげです。それと私の中にいるイリアさんが力をくれました。だから勝てたんだと思います。
なるほど。確かにそれではシャーリーさんに勝ち目はなかったでしょうね。ええ、負けるわけがありません。これでこの領域を解放できたと思います。一旦門まで戻りましょうか。ああ、そう。あいつは目を覚ますまで放っておくしかねえか。